地区の方でですね、ご協力をいただきまして、6回目復興祭を行いまして、第1回目から、花輪町の、福島県花輪町の方の、復興と、またその福島県から東北に向けての復興という意味で、花輪町の方から、野菜それから物産物をご用意していただいております。ぜひ皆さんですね、ご利用いただきまして、完売の状態で帰っていただきたいと思います。それではまず、すみません、よろしいでしょうか。じゃあまず花輪町の代表の方から一言お願いいたします。皆さん、おはようございます。福島県、花輪町から、参りました。花輪町、福島県の、一番南の、町になります。震災時には、実際のところは、花輪の方はほとんど被害が、何もなく、無事に済んだというのが、一番の出来事でございました。地区の皆さんについては、震災以降ですね、こういったイベント等に、お支えをいただきまして、いつもお世話になっております。この場をお借りしまして御礼申し上げます。ありがとうございます。拍手お願いいたします。ありがとうございます。それではですね、お忙しい中、いろいろな方がですね、先生方々がおいでいただきまして、ご挨拶をしていただきたいと思います。ただいまご紹介いただきました、地元隣町の入谷に住んでおります区議会議員の針山でございます。今ご紹介ありましたように、この第6回復興祭、東日本大震災、未だに避難所生活をされている方々もたくさんいらっしゃるという中で、この神輿で支援をしようということで、私も何回か前から参加をさせていただいておりますが、本当に素晴らしい行事で、これがますます震災地の復興につながればいいなと思っております。今日は私も一緒に参加して楽しんでいきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。先ほどちょっとすいません、申し遅れましたが、針谷先生も、足立区のですね、区議会議員の先生でございます。ありがとうございます。続きまして、同じく足立区の区議会議員、米山先生、ご挨拶をお願いいたします。皆さん、こんにちは。西大師があります。
回、50回と行くようにご協力させていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。まずですね、他に先生方はこの間予定なんですが、ここでですね、埼玉県県議会議員、よろしいですよね。失礼しました。永瀬先生、じゃあご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました埼玉県議会議員をしております永瀬秀樹と申します。埼玉県議会って言ってもですね、私隣の川口選手なんですよ。もうここから何百メートルでもないんですね。七重橋に渡るともうそこは両家でございまして、私どもは本当にこの隣公園はですね、今日川口市民の方います？皆さん結構いるんですよね。私は選挙区まで頑張ってる日で、何回か行くとですね、必ず言われるのがだんだんね、遠くの人の関心が薄れてるような気がするんだっていうことを言われるんですよ。だから忘れないでほしいんだということをよく言われております。そういう意味では皆さんが、被災地の皆さん頑張ってらっしゃるのを、やっぱり我々は幸いに被災を免れたこの発表人間の人たちでしっかりと頑張っていきます。ありがとうございます。
ハハハハ。